和田アキ子74の発言がまたもや物議を醸している。問題視されているのは10月19日放送のラジオ番組ゴッドアフタヌーンアッコのいい加減に旋回日本放送系での発言。番組内で和田さんは極楽とんぼの山本圭一さん56からパパになりましたと電話で報告を受けたと明かしました。その際和田さんは言っていいと思うんだけどと前置きしてお子さんの名前を勝手に公表してしまったのです。それだけでなくお子さんの名前の由来も詳しく話していました。ラジオ局関係者、山本は22年11月タレントの西野未姫25と31歳差婚を発表。西野は10月18日にインスタグラムで第一子出産を報告し、山本も翌日放送のラジオ番組あっぱれやってます、土曜日ですMBS ラジオで第一子が誕生したと明かしていた。和田は言っていいと思うんだけどと話したが、実は山本も西野も子供の名前を公表していない。むしろ公表しない方針をとっているのだ。そのわけについて山本は先日のアッパレやってまーすでこう語っている。番組などでは子供の名前を通称で呼ぼうかなみたいな感じはあるんです。向こうのお母さんとかお父さんとかの意見もあるんで、義理の両親の意向を汲んで子供の本名を公表せずニックネームのみを明かすと決めた山本。ところが和田は山本の考えを知らなかったためか本名を明かしてしまったのだ。そんな和田の行動に対してネットでは厳しい声がこう上がっている。山本の発言によると義理の両親の意向で名前は公表せずニックネームだけを公表するに至ったとのこと。しかしその前に赤の他人の和田アキ子が本名をラジオの生放送で言ってたとか笑い話にもならない話。今は名前が知られれば特定されるのはあっという間だ。そして一度電波に乗せて発言したことはいつまでもネットに残り続ける。子供に万が一のことがあったらこの人は責任を取れるのだろうか。言っていいと思うは自分勝手すぎる判断ですね。和田といえば8月アッコにお任せ TBS 系で女子やり投げの北口橋場美花選手26をとどみたいなのが横たわっているみたい。可愛いと発言して炎上したことも記憶に新しい。芸能界ではお子さんのプライバシーに配慮して名前を公表しない親御さんが増えています。この風潮はネットや SNS の発達に伴って強まっており、実の親御さんでさえお子さんのことを話すとき繊細さが求められるようになりました。都道発言には失礼すぎるという非難が殺到しましたし、和田さん方、物のことを扱う際のデリカシーのなさがここ数ヶ月で目立つ形に。また炎上しないか心配ですね。前出、ラジオ局関係者19日のアッコのいい加減に旋回で、和田は買った宝くじをスタッフが保管しているという話の際、あいつが持ってたら当たりもわからへんかもと発言。しかし、すかさずスタッフに謝罪し、こと、ワンでいいことを言ってしまって。ほんと人間性が。はあダメだね、和田アキ子とため息をついていた。デリカシーのなさを本人も自
冷ましているのかもしれない。